では上空から中継です。朝は薄い雲に覆われていた御嶽山ですが、今は青空が広がり、山肌もよく見えるようになりました。頂上付近の噴煙は昨日よりも多くなっているようです。また煙の密度も濃くなっている印象で、煙の向こう側は全く見えません。昨日の昼間は頂上にある御嶽神社やその下に立つ頂上山荘などがはっきり見え、救助隊の作業の様子も伺えましたが、今日は朝から厚い噴煙が覆っていて、現在のように風向きが変わった際に時折見える程度です。また自衛隊のヘリコプターが着陸していた頂上から数百メートル離れた平らな場所も噴煙に隠れることもあり、ここに降りて作業することは難しいと思われます。そして頂上での火山活動が活発であるという発表がありましたが、昨日は見えなかった小さな火口が複数発生しており、その一つ一つから白い噴煙が上がっています。その噴煙は強くなったり弱くなったり、勢いは一定しておらず、まだ山の状態は安定していないようです。上空からも予断を許さない状況がうかがえます。